ここは東京海浜病院、日々緊急事態に向き合う MER メンバーの物語だ。 Go! Go! 東京 MER! 夏目さんそれ冷たい、みんちゃんやったわね。もう もう皆さんびしょ濡れじゃないですか。北見チーフもやりましょうよ。気持ちいいですよ。私はいろいろ諦めたくないの。またよくわからないこと言って。もうどうしました、みんさん。すいません、お家の鍵をなくしちゃいました。大変じゃないですか。大丈夫ですか。どないしましょう。みんちゃんでもいつも首からかけてるのに。今日に限ってポケットに入れてました。みんさんって鍵っ子なんですね。皆さんすいません、小学生の時いましたよね、あの楽しいがピークの時に何かアクシデント起こすやつ。いましたけど、確かにいましたけど。大丈夫よみんちゃん、これが冬木先生だったら多分みんなからボコボコに言われてるけど、みんちゃんだから大丈夫、手伝う噂がすの。本当ですか。今なんて言ってましたな。音羽先生、上の方にはないですか。音羽先生、音羽先生、これは帰ったっぽいですね。向こう側から降りてさっと帰ったんでしょう。音羽先生、グループチャットを抜ける勇気はないのに、こういう時に帰る勇気はあるんですね。ですね。皆さん私のせいなんで気にせず帰ってください。大丈夫ですよミンさん、こちらから探しに行かないと見つからない鍵っていうのもあるんで。福知夫、ありましたよ。ER カーの後ろに落ちてました。音羽先生さすが。ありがとうございます。なんか優しい言葉だけかけて全然探そうと動かない人よりも全然マシ。もうほんと全然マシ。夏目さん、私なくしてないのにボコボコに言われてます。